オールエイジドステークスとは、オーストラリアシドニー近郊のロイヤルランドウィック競馬場で行われる競馬の競争である。格付けでは、最上位のグループ1に位置付けられている。2歳以上のサラブレッドによる競争。2019年時点で、距離は芝1400メートル、負担重量はワットフェである。南半球のオーストラリアでは、 春にあたる10月から11月にかけてメルボルン地区でスプリングカーニバル開催がある。その中心となるのが1861年創設のメルボルンカップである。これに対抗しシドニー地区では秋にあたる3月から4月にかけてオータムカーニバル開催を実施している。オールエイジドステークスはシドニー地区の競馬主催者の代表格である。 オーストラリアンターフクラブが主催する競争の中では、最も古い歴史を持つ、競争の一つである。オールエイジドステークスの創設年は資料により、異なっている。オーストラリアの TB 会社レーシング .com や、賭博企業の、レーシングスポーツ、プログループレーシング、パンターズなどでは、1866年を第一回とし、勝チファルコンを、初代優勝馬としている。 一方、ザ・オーストラリアン・レーシング・レポート、レーシング・ベース、ブックメーカーの、ビティ・ジーなどでは1865年を初回とし、メイド・オブ・ザ・レイクを最初の優勝馬としている。シドニーの、デル・エス・ライフ・イン、シドニー・スポーティング・レビュアー・紙の1865年5月6日付の記事には、ランドウィック競馬場での5月5日のレース結果が掲載されており、 ザオールエイジドステークスが行われ、2番人気のメイド・オブ・ザ・レイクが1分53秒で優勝したことが記載されている。アマウニーズ。1930年優勝、エイジャックス。1938年、1939年、1940年に3連覇を果たすベルンバロ。1946年優勝開催年と優勝馬は、 以下の通り。ニュージーランドからの移籍場で、ニュージーランド時代には、ゴールドホープという場名で走っていた。オーストラリアに移籍後、マイゴールドホープに改名。このため主要な競馬サイトでは、ゴールドホープで登録されている。ヤビス、レーシングポスト、駅員ライン、ガロープシーガー。イクイベスでは、マイゴールドホープで登録。エジャックスは、 三年連続でオールエイジドのプレートを決定的に獲得、批判者を黙らせた。最初から19の圧倒的人気で、ハットクラーロは北半球のイギリスサンバ。南半球での同世代よりも半年早く生まれているので、南半球では5歳にあたる。クリス・レイアスは北半球のイギリスサンバ。南半球での同世代よりも、 半年早く生まれているので、南半球では5歳にあたる。ホワイトフィールドは北半球のイギリスサンバ。南半球での同世代よりも半年早く生まれているので、南半球では2歳にあたる。マーベルは北半球のイギリスサンバ。南半球での同世代よりも半年早く生まれているので、南半球では7歳にあたる。 マーベルは北半球のイギリスサンバ。南半球での同世代よりも半年早く生まれているので、南半球では4歳に当たる。当時の表記は、アストリア1位入選はピットスファードであったが、失格となり、ファルコンが1着、2着にダンディーとなった。そして、長い審議の末、失格が発表された。ピットスファード優勝を。 取り消しファルコンを優勝場に、ダンディを2着に修正。今後1年間、ジョッキークラブ権限下のすべての競争で、トンプソン騎手を、出場停止処分に決定。1番手、メイドオブザレーク、2番手、メイドオブ。エリン、3番手キルデラのまま位置は変わらず順当勝ち。時計は1分53秒。 オーストラリアジョッキークラブとシドニーターフクラブとが2011年に合併しオーストラリアンターフクラブになった。ありがとうございます。